はい、本日はですね、僕がオリジナルでトートバッグを作成しましたので、そちらのご紹介していきたいなと思います。いやー、これね、めちゃくちゃこだわりましたね。っていうのもね、まあ、最近僕エッセイキャンパーとして活動してるんですけども、なかなかね、キャンプとかやろうと思った時にね、物とかいっぱい入れるカバンって欲しいんですよ。で、僕それキャンプ用のやつ買ったりしたんですけど、やっぱりキャンプ用のやつでもね、いいんかなと思って、あ、いっぱい入るなと思ったんですけど、あんまり入れすぎるとちょっと重たいとかね。で、それ以外にやったら自立しないんですよ。だからパーンって置いた瞬間、ペシャーンってへしゃがってね、物入れにくかったり物取りにくかったりするんですよ。なんかこれちょっともうちゃんとピシッとやるようなバッグないんかなってことで探したんですけど、なかったからもうまた作っちゃえということでね、まあ、これ作らせてもらったのが今一応4色ね展開させてもらってて、ちょっとベージュっぽいグレージュってやつがあったりとか、あとキャンプグリーン緑のやつがあったり、赤のやつ、ちょっと赤はね一回ちょっと冒険で入れてみようと思ってね、冒険で入れてみたんですけど、まあそんなんがあったり、あとブラックですね。ブラックだけね、手持ちの部分がもう全部ブラックになってるので、まあ街中とかでね使うんやったらこんなんでもいいんかなとかって思って一応作らせてもらったんですが、まあ、とにかくね丈夫でガシガシ使えるようなトートバッグを作りたいということで、まあ、今回作りましたので、まあ、早速ね本日の流れ言っていこうかなと思います。本日の流れとしてはですね、まずはこのバッグの一番の特徴、何をこだわったんかっていうのをまず言いますね。でその後にどれぐらい容量入るんですかって、まあ、20リットルぐらい容量入るんですけど、まあ、実際入れてみてねこんな感じで入りますよっていうのを見てもらって、でその次にデメリットとは言いながら、まあ、ちょっとこういう方には正直向いてないと思いますっていう話して、でその後おすすめの人ですね、こういう人には使ってほしいと思って作ってますっていうのを見てもらって終わりだなというふうに思いますので、まずは特徴からいこうと思います。特徴はじゃあ何なんかというとですね、もうこれは一つ、もう素材、もう素材にめちゃくちゃこだわりまくってると。え、これ別に普通の生地ですやんと、何がこだわりですのって言ったら、近くでよく見てもらったら分かると思うんですけどね、こういかにもガシガシして硬そうというか、今自立ガシってしてるじゃないですか。これね、第一次世界大戦でアメリカ米軍で使われてたのと同じ生地を使用してるんですね。その当時のね、まあ、機械があるんですけど、それがね今もまた作られてて、その機械でしっかり織られてるっていう、もう今から80年ぐらい前もね、あ、こういう生地使っててんなっていうのを体感できるように、まあ、ガシガシ、もう米軍でも使うぐらいからね、まあ、ガシガシできるじゃないですか。でその中でも今回18オンスっていう、まあ、厚さなんですけどね、まあ、それがどれぐらいごついのというと、まあ、大体一般的なデニムとかがね13オンスだからね、いや、まあデニムとかよりは全然ごついですよっていうのと、例えばねこんな感じでねパンって裏返したとしてもね立つんですよ。もうペターンってなんか鳴るリュックあるじゃないですか。もう逆さまにしちゃったらペチャーンってなるので嫌やからね、この18オンスでなおかつ外側にローが塗られてるの、生地自体にローが塗られてるからね、まあ、火とかにもね強いしね、もうガシガシ使えるようになってるってことで、あんまり気にせんとね、もう地べたとかにバーンって置いたりとか、あとまあテーブルにガシーンって置いたりとか、まあ、ビーチとかでもいいんですけどね、ガンって使って、もうとにかくガシガシ使ってもらいたいなと思った時にたどり着いたのがこの生地だったんですよね。まあ、なので一番の特徴としては、その米軍で採用されてた生地をこちら採用してますと。で手元のところはね、あの本革のレザー使ってて、もうこれも持っていけば持っていくだけね綺麗にしなってくるんですよね。それをね考えて作らせていただきましたと。まあめちゃくちゃこだったんでね、そこはせめて言わせてくださいね。でその次にどれぐらい入りますのと、20リットルってどれぐらいの容量ですかっていうところを見てもらいたいなと思うので、そちらの映像を見てもらいます。はい、それでは見ていきますね。まずは、まあ、水がねこの両サイドに入れるところあるので、こっちでもいいしこっちでもいいんですけど、まあ、スポーンって入りますよと。でまあスポーンと抜いて、ほんで次がパソコンとか入ってるのかな。まあ一応一般的なね使い方を考えて15インチ、これ16インチか、16インチのパソコンが入りますし、あとまあ書類とかですよね、これ JCOM の書類やないかいとかで書類があったり、あとやっぱ皆さん昼間とかやったら昼ご飯言いますもんね、塩むすび、僕は塩むすびが一番好きなんやと、おにぎりの中で一番何が好きって言う塩むすびなんやと。でそれ以外にやったら富田監修の、ね、チャーシューですよね、これセブンイレブンでバレるやないかい。でこれもね安くてうまいんですよ、あの鴨のね鴨だしのそば、これもうまいんで、これ120円か130円だけどうまいんよということで、これぜひぜひ食べてください。それ以外にやったら、まあ、こういったなんかポーチみたいなのもありますよね、多少は。でこんな感じでポーチがあって、でクライムライトとかもねすっぽり入るし、まあ、着替えも多少は入りますよと。職場の着替えとかねこんな入れたらもいいし、で内ポケットが一応2つこっちはあって、1つはまあ鍵とか入れるようにざっくりした、まあ、キーケース入れててもこんなパンって入るやろうし、次こっちが財布、やっぱ財布はね外にすんのあれやなと思ったから中にしとこうと思って中にして、でこっち側はね逆側はちょっと小さめのポケットにします。だからこっちは2つがあるのにこっち3つあるんですね。だからその分ちっちゃくして、まあ、1つはまあタバコとか吸う人はこういうのアイコス入れますよね、ピュンって。僕これタバコちゃいますよ、これなんかカートリッジのやつですわ、また別なんですよ。でこれにエアポッツとか
ここね、ちょうどいいサイズがポンって入れとってね、あんまり大きいとね、中でゴツゴツ遊ぶからね、これぐらいのサイズがいいかなと思って、こんな感じで、まあボールペンとかピュンって入れたりもできるし、まあこんな感じで、で外側はね、一応こんな感じでここにスマホとかポンって入れるようになってるから、なんかスイカとかでね、あの電車通る時とかやったらここからピュッと取れるようになってるし、まあそれが怖いわっていう人はね、まあ中にこうやって入れてもらってもいいかなとは思うんですけど、このような仕様にしました。まあとにかくね、使い勝手がいいようにっていうことでね、ポケットの位置とか数とか場所とかもね、考えさせてもらったんで、現場からこちらになっております。以上です。はい、という感じでね、まあ見てもらったんで、まあ日常やったらあんな感じで入るし、まあキャンプとかやったらね、またキャンプはキャンプで、そのいろんなね、食器とかがあるんですよ。クッカーとか、シェラカップとかあるんですけど、まあそんなをもちろんガシガシ入れていけるし、海とかやったらね、ビーチタオルとか B3 とかも掘り込んだりもできるし、比較的、まあ大きめにはなってるんかなと思うんですけど、これパッて見てもらったらね、メンズがこうやって持ってたら、そんなめちゃくちゃでかく見えへんじゃないですか。で、僕これのね、ワンサイズもう一個大きいのもサンプルで作ったんですよ。それがね、これなんですけどね、このまあネイビーのやつなんですけど、これワンサイズ大きいんですけどね、ここまでいくとね、次重たい、いっぱい物を入れていくとね、持つん重たいからね、嫌になってくるんですよ。だからここまでの大きさはいらんなってことで、数センチだけね、横とか短くしてちょうどいい大きさにしようかなと思って作りました。ほんでまあね、こうやって持ってるじゃないですか。でその時にね、いちいちこうやって中からね、水こうやって出すのめんどくさいからね、こういうちゃんと水とか入れるようにね、外のカバンとかもいっぱい入れてるんですよ。バッグっていうかポケットね、こうやって入れとったら、あ、ちょっとね、水飲みたいなと思ったら、ここからピュッて出せるでしょ。で、また終わったら、ピュッて入れるじゃないですか。で、これはもちろん水筒とかも入るし、まあ手でこうやって持っていくのもできるけど、こうやってね、肩にもかけたりできるような長さにしてます。このサイズの長さも何回も調整しました。短すぎたり、長すぎたりして、長すぎたらビヨーンってなってね、次こっちで持つときにね、地面するんですよね。で、そんなもいろいろ調節して、ようやく仕上がりましたというのが、まあ要領ですね。でね、その次ね、特徴としてね、ほんまにこれガシガシ使ってほしいんですよ。もうとにかくガシガシ、もう男っぽく使ってほしいから、その使ったどうなんのというと、経年変化で出てくるんですよね。その生地感とかにちょっと使い古された、まあデニムのような色合いというか、こう色がちょっと薄くなってきたり、ちょっと汚れたりとか、あと皮の部分がね、この自然なナチュラルな皮の色からちょっと濃い色味にね、手汗とか手の油とかで変わっていくんですよ。だからもうとにかくガシガシ使ってと。でもガシガシ使ってて壊れたらどないすんのって方もいらっしゃると思うんですけど、まあ一応18、4歳からね、壊れることほぼほぼないし、もし仮に壊れたとしたら、一応香川の工場でこちら作ってもらってるんで、もう修理もね、受け付けますって言ってくれてるんで、僕の方に連絡してきてもらえば、まあ、修理もしてもらえるということで、あんまり修理とかね、気にせんと、まあ、とにかく使ってと。でも味出していってと。まあ、そういった我慢としてね、お伝えさせていただきました。ただそう言いながらデメリットもあるじゃないですか。そんなええことばっかりってどないすんのと、悪いとこも正直言ってよって感じだと思うんで、言っていくと、やっぱり洗えない。でこういうキャンパス地のやつって、まあそうなんですけど、洗濯機とかね、ガーって洗っちゃったりするとね、そもそもやっぱ生地が硬いから洗濯機壊れる可能性あるし、それ以外にもね、もし洗えたとしてもやっぱりシュワクチャになったりとかするから、これじゃあどうしていくのと。まあ僕個人的には正直洗うつもりないからガンガン使っていこうと思ってるんやけども、まあ洗いたい方とか気になる方もいらっしゃるじゃないですか。汚れが気になるっていう方は、固形石鹸とか、そのウタマロ石鹸とかってあるの分かりますかね。別にまあウタマロ石鹸の方は固形石鹸でもいいらしいんですけど、その固形石鹸を使って洗っていくらしいんですけど、水でパーッと濡らして、汚れた部分濡らして、固形石鹸でちょっとこう叩いてあげるような感じで、叩いて汚れを落としていって、それでまあ流して干してきれいにするという感じらしいんですね。でまあこれは一応職人さんがそういう形で洗ってますよってことやったんで、まあその洗い方が一番正しいと思うんですけど、まあその洗濯機に回して洗われへんっていうのはですね、やっぱりちょっと気になる人は気になるんちゃうかなと思って、まあ特にやっぱこういう皮の部分も使ったりするからね、まあちょっとそこはどうかなと思います。でそれ以外のね、デメリットとしてはね、まあこれ単体っていうわけじゃないんやけど、トートバッグ自体がね、男性って持たへん方は持たへんじゃないですか。それこそちょっとインドアな人とか、こうあんまりアウトドアせえへん方とかって、そんなバッグっていらんからね、まあ、そういう方にとってはね、あんまりどうなんかなっていうこともあったりするんで、まあ、その辺がちょっとデメリットになってくるかなと。だから洗うのは気になる方は、まあ石鹸でねパンパンパンって叩いて洗ってもらうっていうことになってるんですけど、もうそもそもアウトドアせえへんと、もうわしは家にいてるんやっていう方はね、もうそれはもう向いてない。まあその辺がデメリットかなと思います。そしてじゃあ次、おすすめの人、どういった人におすすめなんかというと、もちろんアウトドアはね、まあもちろんそれはそうなんですけど、まあそれ以外にやったら、まあ普通のね、日常でも使えるように、まあこうやってブラックとかもね、用意してるんで、まあ普段使ってるんやけども、まあこう手入れとかやっぱりめんどくさいんやけども、まあ普通に使ってるのがかっこよくなるのがいいよねっていう人いてるじゃないですか。何も考えると使ってるんやけど、なんか知らん間にかっこよくなっていってるっていう、そういうのがお好きな方はもうドンピシャだと思うんですけど、むしろそういう方のために作ったと言っても過言じゃないんですが、まあそういうことでね、まあそういう人らがおすすめかなと。どういう人がおすすめなのか分からないけど、そういう人がおすすめかなと思います。僕自身もね、このグレージュってい
ていう色味と、まあ、キャンプグリーンに関してはもう普通にキャンプ用の用品をずっと入れっぱなしにしてるんですよ。だからもうそれ持っていく、でそれ持って帰ってきて置くだけっていう感じで、やっぱ細かいもんいっぱいあるんですよね。だからその細かいもんをまたいちいち直すめんどくさいから、もうその中に掘り込んどくっていう感じで使ってて、まあ、ブラックなんかがね普通に使えるんやったら一番使えるんかなと思うんですけど、赤はね僕作ってみたものの、これはどうなんかなと。結構攻めた色作っちゃったけども、女性なんかはいいんかな、まあ分からんけど、僕個人的にはね自分で作っといてあれですけどね、これどういう人が持ってくれるんかなって僕個人的には気になってるんですよね。まあ、自分で作っといてね、お前誰買うか分からんのかいって感じなんですけど、もともとは僕がキャンプ用に欲しくて作ったバッグなんで、ちょっと赤の使い道をね誰か教えてくださいということになってます。はい、ということでね、僕がこだわりにこだわりまくって、もうポケットの位置とか高さとかも何センチ1センチ単位でも変更しまくってね、またそれ変更ですかって思われながらもね、ポケットのとこちょっと変えてとか、なんか色々言って変えていただきましたので、自慢のねトートバッグが完成いたしましたということで、まあ、もしねアウトドア俺もやってんねんとかね、あ結構俺ええ加減やから手入れとかするのめんどくさいねんっていう方はね、ぜひぜひ下のね URL から見ていただければ嬉しいかななんていうふうに思います。ということで本日はですね、オリジナルでトートバッグを作ってみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。